今日は4月の5日金曜日です。ちょっと初日の景品はないんですけど、ワンピースのフィギュアとヒロアカのフィギュアとか、木曜日とかに出たものを中心にやっていこうと思います。最初はとりあえず左奥、狙っていきます。バークロスで動きが出たので、バー停止ができればちゃんと動きそうな感じがします。あ、怪しいですね。一回右寄せになってみます。かなりパワーが弱そうな雰囲気があるんですけど、どうでしょうか。あ、右が動きいいですね。そしたら右下若干隙間できたんで、左奥狙って、いや、バー停止したいんですけど、ちょっと失敗してます。左側が重かったら、右側隙間大きくしても右に触れないかもっていうところで、とにかくまず左側はめたいなと思ってます。手前側もうほぼほぼはまったので、これで右側安心して狙えます。ちょっと動きがめちゃくちゃ悪いっす。取れるのか不安なぐらいのパワーです。バーカスリ決まって、さすがに動くか。あ、バークスリーで動けました。右アームは強いはずっていうところで、かなりギャン寄せで狙って一気に角度と思ったんですけど、寄せすぎるとついちゃうので、ちょっと奥気味で狙っていきます。これで表面滑って、右寄せで一気に左に振ってほしいです。いいですね。かなり手前も一気に沈みました。そんなにパワー強くないんで、ちょっと手前にアーム入れて、反動とかで沈まないかを試します。ちょっと浮いちゃいますね。ちょっと奥入れすぎたので、少し手前気味から入れてみます。手前の動きがかなりいいので、ちょん押しで左だけアーム差し込んでみます。右爪加工停止して、ちょっと入んないですか。ちょっと爪の入りが悪かったですね。寄せすぎたかもしれないので、寄せ甘めにします。あれ、奥行きすぎてますね。まあこれでも手前は沈むんじゃないかなって感じはしますけど、もうちょっとですね。こんな感じでどうでしょう。パーカスリ気味になっちゃったんですが、ちょっとずつ沈んでますね。ここも手前、ちょん押しなんですけど、加工停止がこれ決まんないですね、なんか。まだもう何もしないでも奥を持てば落ちそうなので、ちょっとちょん押しやめて、少し奥からアーム入れます。これで突き上げるような感じでいけば、もう落とせると思います。はい、足りなかった。ちょっと下から持っちゃって、びっくりした。危なかったですけど、取れました。続いてはヒロアカの爆豪のフィギュアやっていきたいと思います。結構僕のディスプレイを見ると減りが早いので、設定がいいのかもしれないんですけど、そういう時は夜になって調整が入っていることが結構あります。なんか怪しい感じがしますね。なんか右がめちゃくちゃ弾いてたんで、右だけ強いパターンかもしれないですね。右下に隙間作って、進めるっていうのでやってみようかなと思います。アームのねじれ的には本当に右下に先に隙間作るのは良くないんですけど、ちょっと初手の左の動き良くなかったので、あれ、右も怪しくなりましたね。そしたら右爪を加工停止して左奥入れてみたいと思います。 あれ動いた。ちょっと一気に動いたんですけど、右下の隙間が少し小さすぎる感じがします。この一手で動くかどうか。大丈夫そうですね。これはいけます。あと 2,3 手でいけそうな雰囲気があります。パワー的にも奥狙いたいんですけど、手前の反動の方が次の一手で落とせる可能性が高そうなので、手前に入れてみます。うわ、惜しい、残った。もうミリ残しなので、さすがに左奥でいいかなと思います。あ、落ちました。払う前に落ちました。
定は変わってなかったようです。有料設定でした。続いてはこのアーニャとペンギンのフィギュアやっていこうと思いますが、結構オタチューさんでは苦戦したんですよね。中身が動くのでちょっと重心が今どっちか分かんないです。重心が奥だと厳しい戦いになるんですけど、微妙ですね。たとえ重心が奥でもまあ動いてくれて、バー内で、ね、はめることができれば中身は移動してきてくれるので、まあ最初のこの動きがあるなら大丈夫と思われます。一旦右手前を奥に進めたいので右アーム入れます。大丈夫そうですね。重心手前に今いそうです。ちょっとねじれがきついんでバークロスでもちょうど入るかなぐらいですか。加工停止をそろそろ決めて左アーム入れたいです。うわダメか。これでも結構左奥の角なんですよね、入ってるとこが。バーで下降停止させることができればそこでねじれるのを止めることができるんで左奥抜けないで狙えるかと思うんですが、喋りながらやってるとこうやってすぐずれちゃうんですよね。ちょっと黙ってやりました。これならさすがに入ってギリギリ左奥入ってるんですよね。これで動くかな。よしよしよし、もう一度同じ感覚で狙えばいけるはず。あれずれてた。でも手前はもうハマってもいいと思うんですけど、うわまだハマんないか。若干狙いが手前気味なので少しだけ奥になるように。これであれこれもダメか。難しい。でもハマってくれ。はい、やっと手前ハマったんでこれで、大丈夫だと思います。あとは隙間を作って縦ハメを進めていければいいんですが、動くでしょうか。やば、動かない。両アーム入れないと動かなそうなんですよね。だから右から行ってみます。両アーム入っていればまあ動くっていう感じなんですけど、左の方は入るかな。これだと抜けちゃうんですよね。ダメですね。ちょっと寄せを甘めにして奥に入れてみて、これで両アームがかかるといいんですけど、かかんないですね。ちょっとねじれが強い感じがあるんですよね。そろそろ左奥入れたい。バーカスリー決まった。これで振れるはずです。よし来た。もう一度バーカスリーぐらいを狙えると大きく動かせそうなんですけど、あこれも来ましたね。これならかなり動くんじゃないでしょうか。よし来た。ここから右に振るのはきつそうなんですけどね。もう一度バーカスリーのとこ狙っていければ、かすってはいるけどちょっと奥すぎか。これだと抜ける。ちょっと狙いがすごいシビアなんですよね。かすっても奥すぎると抜けちゃうし、これだと手前すぎるかな。あーでも動いた、よかった。箱がちょっと、設置してるので両アームで引き上げてみたいなと思います。微妙だったので手前ちょん押しで左アームだけ差し込んでみます。下降停止右が決まって左が入りました。でちょっと映ってなかったかもしれないですけど、左下に隙間を作ることができました。右が若干浮いてきちゃったんですけど、バーカスリが決まればもう落とせるような感じがしますね。マーカスリーぐらいの位置です。かすってはいます。これで、うわ、動かない。ここからっすね。ちょっと寄せ甘めにしてみますかね。これでかすって止まって、両アームで引き上げて落としてほしい。あ、来ましたね。マーカスリーが決まれば動きます。いや、今日の設定めちゃくちゃいいですね。ちょうどいい感じがします。取りやすくもなく、難しくすぎることもなくって感じで。ということで、とりあえず気分がいいので、長箱をやってみようかなと思います。あ、全然動かないですね。とりあえず、ちょん押してバークロスできるかやってみますが、バークロスが入って狙えるみたいですね、手前は。お、お、お。
そういうこと。手前にパワーが入ってるパターンですね。もう一回手前狙います。手前がパワー入ってるか、右アームがパワー入ってるかって感じですか。ってくれれば動くはずと思うんですよね。これで右爪で引っ張って、ここで右手前をもう一回狙います。例えばこの俺だけレベルアップな剣、あのイッキーが今やってたんですけど、結構面白かったです。あの最初からあの激しい展開で、まだもう一回手前でいい気がしたんで手前に入れます。これで倒れるか、引きさせられなければもうアウトです。店員さんに倒してもらうしかないです。いいわ、無理そう。反動であの元に戻ってしまうので優しく戻したいんですけど、もうど、おお、すごい、うわすごいな、ギリギリ耐えて戻りました。どこを払っても多分左にめちゃくちゃ倒れやすいので、左寄せで箱に対してクロスさせる位置で狙っていきます。これでなるべく左に倒れる力を押さえるような形で動かすことで、手前を奥に進められないっすか、無理だ。多分右アームの方が強いで、もう絶対に左に倒れるんですよね。だからギリギリそのバーと箱の間に差し込むことができれば、なんとかもう少し右側を触れれば違いが出てくるんですけど、ただこれどうやってももう横の形になって手前が残る形にしか多分作れないと思うんですよね。今バーを、はい、バーと箱の間入ったんですけど、まあですよね、絶対この状態になるんですよ。であとはもう左下の角ですよね、絶対に持ち上がらないんですよね。それで入れてみて動くんならですけど、もう絶対動かないんですよこれ。あとはもう左下の角ですよね、それを取って動かなければもう終わりです。うわ、動いたけど、角を取ったら動いたっすね。そしたら、押さえがけで進むんなら、自力ゲットができるかもなんですけど、絶対進まないんですよね。これはギブアップかもしれないけど、端幅もちょっと狭いっすよね。あー、なんかでも、まだなんかありそうな雰囲気を見せてくれます。ようやく、2回目の平行移動ですね。移動制限もあって、これであとはつければ落とせるはずなんですよ。ついて、うわーもう絶対無理じゃんこれ。今のでダメってことはもうひっくり返んないですよね。じゃあワンピースのミホークを対等でやりたいと思います。とりあえずいつも通り右に立つかってとこからやります。箱の表面、なぞるぐらいでやれば立つはずなんですけど、うわー立たないか、やば、今ので立たないか、星がかなり生きてるんでそれを後で活かせればいいんですけど、おお分かった、おおやった、勝った、よかった。でミホークこれ裏重心なんですけど、バーの高低差を考えると左アーム寄せると左に倒れてしまう可能性が高いので、寄せ甘めでちょっとずつ手前を右に振ろうと思います。もう行っていい気がするんで、右寄せで真ん中奥ぐらい入れていきます。これで手前にひっくり返せれば、熱いんですけど、いったか、うわ、ぐるっと回っちゃったっすね。すごい悩ましいんですが、手前にちゃぶ台ができそうな気がするんですよね。左奥の角より奥にアーム入れてクロスさせるような感じで、持ち上げて手前に来ないかな。あー、無理か、無理でしたね。悩むんですけど、右寄せで奥をもう少し左に振った方がいいかなっていう気がします。今左移動いっぱいなんでどうでしょう、動きましたね。そしたら左アーム差し込んで
ちょっと角度を戻しながら手前にずり上げできないかですね。あ、いけそうですね。これであとはいけそうです。まあまあ押しが生きているので、箱を押し込み気味でいきます。もうちょっとですね。これでもう少し手前にずり上げが出ればもう落とせるはずです。手前の角も両方ともバーの手前に出たので、あとは手前にひっくり返せるんじゃないかなと思ってます。うわ、いけなかったけど、あ、奥に反動で落とせました。